白馬ハイランドスノーパークは長野県白馬村に存在したスキー場。スキーブームの頃に呼ばれていた白馬ハイランドスキー場の方が通じることがある。隣接する白馬ハイランドホテルはかつては一体的に経営されていたが2007年より別の経営母体が運営しておりスキー場とは無関係となっている。1972年開業。 1990年前後のスキーブームの際にはに、賑わいを見せ、1992年には、年間3万9千人もの集客数を誇ったが、地域全体でスキー場が増加したこと、スキーブームも沈静化したことから、徐々に客足が減り始めた。経営難から1998年春をもって、スキー場の閉鎖が決定したが、同年10月に、 新学会グループが経営に乗り出し白馬ハイランドスノーパークとして営業を再開した。しかしながら経営は好転せず2007年6月にホテルの経営を分離してスキー場は閉鎖された。同年12月からは AO グループが経営に乗り出すものの2009年冬には営業が行えない状態となった。2010年秋には リフトや照明などがすべて撤去、解体された。AB、白馬ハイランドスキー場、白馬ハイランドホテル、2019年9月9日閲覧、本当の営業を断念白馬、ハイランドスノーパーク、ありがとうございます。